今日の東山動植物園、開園すると足早にある場所へと向かう女性。すでにそこにはカメラを構えたお客さんたちが。可愛いしか出てこないけど。ちっちゃくて可愛いもんね。夢中でシャッターを切る人々。そのお目当てはクリッとした大きな目と耳、ふわふわなクリーム色の毛を持つスナネコです。東山動植物園では今日から初めて一般公開が始まりました。スナネコはアフリカの砂漠地帯などに生息する世界最小クラスの猫。その愛くるしい姿から砂漠の天使と呼ばれています。他の猫と何が違うのかというと、特徴は耳の毛と肉球。よく見てみると耳の毛はふさふさと生えています。乾燥している砂漠地帯の砂はサラサラと風に舞ってしまうため、耳の中に入るのを防ぐ役割をしているのです。そして肉球、間から生えている毛で覆われています。これで砂漠の厚い砂の上も歩くことができ、さらに砂に足が沈みにくいというメリットもあるのです。2匹は別々の動物園から東山へやってきました。メスのロカとオスのショジャー、どちらも1歳。メスのロカは神戸の動物王国からやってきました。生まれた時の映像がこちら。小さくて可愛い。オスのショジャーは栃木県の那須動物王国から。興味持ってるな。去年2月に生まれた時は三つ子の赤ちゃんが生まれたと園のアイドルとして人気となり、なんと歌もできたといいます。その曲がこちら。序盤は可愛らしい歌詞ですが、後半になるとない。実は曲の内容がペット科に警鐘を鳴らすものになっているんです。飼ってみたいね。飼えるものなら飼ってみたいです、はい、愛らしい姿についペットにしたい気持ちも高まりますが、人とあまり関わらず、もう野生で生きてきた完全な野生化の猫なので、一般の家庭で飼うというのは非常に難しい動物だと思います。実はスナネコ、人間には懐かない獰猛な性格。スナネコを3年間飼育してきたスタッフも未だに手を焼くほどだといいます。家ではなくて写真や動画で見て守っていくべき動物だと思ってます。動物園でしか見られないスナネコ、見た目と気性の荒いギャップも魅力的かもしれません。今日の公開に合わせてなんと東京からやってきたという女性に出会いました。那須にいる時から見てたので、すごい久しぶりに会えて嬉しいです。那須にいた時は兄弟の子と一緒にいたので、ちょっと一人でいるところを見るのは初めてなので、まだ緊張してる感じですかね。僕も存じで。生まれた時から見守り続けてきたオスのショジャー、名古屋でも可愛がられることを願っていました。そしてこの可愛い表情をしっかり見られるのは限られた時間だけ、開園1時間後の午前10時頃になると、室内は薄暗い照明に。いつまでも可愛い姿を見ていたいのですが、夜行性の生態に合わせた環境作りも大事なことですね。